まずは、ドットがマリオの登場から始まります。はい、マリオ出てきました。このマリオはですね、マリオ64の時に、出てるのと同じモデルを使ってます。1個が700ポリゴンでできてます。4人出てきましたね。で、64の時はこれを1人と敵を5つぐらいで、それをすごくたくさんいるように工夫して苦労して使ってました。で、背景に使うポリゴンもこのマリオ2人ぐらいで作ってたんですけどね。で、はい、これで20人目、30人目ぐらいですね。いや、もうすでに30人目出てますね。こちら荒いんでね、こちらの挑むかですね。このドイツ？どのマリオ？これ？あ、この真ん中に座ってるやつです。こいつがマリオ64ですね。はい、70、90、92。さあ、どこまで行くでしょう。バレてますよね。127、8。はい、出ました。はい、はい、スーパーマリオ128番目、スーパーマリオ128を探せでしたが、このデモで今見ていただいているようにですね、マリオが128人出てます。で、箱を持ってますよね、みんな入ってた箱。これドットなんですけど、これが128個あります。ちょっと足りないですね。で、戻します、もう一回。はい、箱128人の、はい、こんな感じですね。見頃このオブジェクトが出てますね。当然アニメーションやお互いの衝突処理もしてます。AI で、いろんな考えを持って動いてますよね。サウンドの処理もちゃんと聞こえますか、動いてますね。かなり実際のゲームを作るに近い状態で、処理速度の状況をお見せしてます。で、画面の下にちょっと見にくいですけど、細い線が入ってますね。これ処理メーターになります。これ処理メーターなんですけども、これが一番右の端まで行くとスーパーマリオ64が1フレームかくのにかかってた時間ですね。30分の1秒かかってますね。で、今マリオ64の100倍ぐらいのオブジェクトキャラクターが動いてます。で、しかも当然これハイレゾ画面でありますから4倍の絵を描いてることになるんですけども、で、ポリゴン処理を数字で言えばですね、100倍と4倍描いて、いっぱいという感じです。もういっぱいです。で、今はメモリの、ちょうどメモリで見てると3分の1ぐらいですね。半分以下で処理してますね。ですからこれは60コマ以上で動くってことですね、これが。で、そう、これちゃんと地形の背景チェックもしてるんですよ。地形をちょっと動かしましょうか。はい、こんな感じで景色ができます。後半転がったりしてますね。ちゃんと、登れない方、あ、みんな転んじゃいました。もっと激しい地形にしましょうか。ガーみんなゴロ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 転がってます。もうちょっと変えましょうか。これね、フレキシブルにウェーブレスみたいですね。ふにゃふにゃふにゃって。はい、動きました。こんなところで、じゃあちょっとライト処理なんかいじりましょうか。ライトを、変えてください。はい、上になったり横になったりいろいろいきます。他にも多彩なライトあるんですけども、ちょっとマリオを見ましょうか。これマリオね、スーパーマリオ64と同じマリオです。で、ちょっと退屈なんで、今後期待される、トゥーンシェーの中に変えてみましょうか。漫画のマリオに変わりました。ですね。もっとなんか変えましょうか。もうちょっと、なんか透明マリオとか。はい、透明マリオになりましたね。すごいな、どうだ、すごいね、ちゃんと動いてますね。はい、これモーションフロアなんかね、よく使うからやってみましょうか。ハイフロアリウムでモーションフロアかかります。いろんなことやってるんですけど、ちょっともう一回下のバー見てください。すごく安定してますね。カメラが近づいたり離れたり、それからブロワーかけたり外したりしてもメーターがほとんど動かないです。だから割とそういう処理のことを気にせずにゲームが作れそうですね。開発経験者の方がたくさんおられると思うんですけども、このマリオって全部マリオだから速いんだろうとか疑われるでしょ。そんなご心配は無用です。これ実は全部ちょっとずつ違うマリオなんですよ。よく見てもらうと分かるんですけど、色なんかちょっとずつ違います。それで個別にマリオ全部処理してますから、衝突も全部取ってますから、ご心配なく疑わない。
それじゃあ、はい、あ、マリオ同士も全部当たってますからね。ガーッと溜めると溜まっていきます、なんかチャーハンみたいですよね。炒めちゃいましょうか。具が足りない。はい、具が入りました。はい、美味しそうなチャーハン。ちょうどこうお腹が減ってきた時間なんで、だんだんチャーハンに見えてきます。僕はあのマリオはやっぱりイタリア系の人なんで、ピザの、方が好きなんですけど、まあ、スパゲッティとかピザとかなんかですかね、スパゲッティがいいかな。あ、はい、ピザになりました。ピザ、あーっとチーズが伸びましたね。はい、これでマリオが皆さんで、あの発売に近づけばですね、もっと美味しそうなピザを作る自信はあるんですけども、はい、ピザを箱に